アメリカ軍の空中超音機1935年超音機とは空気中、水中、地中などの音波を聞き取る装置のことであるこの項目では超音装置のうち主に空中超音機について説明する空中超音機は主に軍事的な防空監視において夜間または霧、雲などの気象条件が悪く目視によって航空機を特定できない 状況下で使用された。空中超音機では音響探知が用いられる。音響探知とは探知するべき対象の距離と方向を測定するために音響を用いる技術と科学である。探知は能動的または受動的に行うことができ、気体、液体また固体などが探知場所となる。これらの技術は水中で使用され、ソナーとして 広く知られている。パッシブソナーとアクティブソナーは両方とも後半に使用されている。音響反射鏡と音響反射板はマイクを使用するときには受動型音響探知方式を用いる。しかしこれはスピーカーに用いる際には能動型探知方式を意味する。通常、探知には複数の機材が使用される。 探知はいくつかの超音機関で測定し、三角測量される。第一次世界大戦時、イギリス本土防空のために設けられた音響反射鏡。空中にある対象の音響探知は、軍用機が登場した第一次世界大戦の中期から行われ、第二次世界大戦の初期まで用いられた。空中超音機は、航空機を受動的に探知する機材であり、 エンジンの騒音を探り出すものだった。空中超音機は、レーダーの導入により、第二次世界大戦の以前から中期にかけて、時代遅れになっていった。しかしレーダーは迎撃用としてはるかに、効率的だったが、音響探知には、曲がり角や丘を越えて探知可能な点に、有利さがあった。日本軍の使用した。 空中超音機には95式大空中超音機、90式大空中超音機、90式小空中超音機がある。これらが配備される以前には反射鏡型空中超音機が導入されており、1930年まで用いられた。空中超音機は、主として幼稚防空の際に、対空照明の初原測定、並びに、 対空警戒用に用いるものとされた。これらの超音機の精度は固定音源に対し方向と工程の誤差が約一度に収まるというものだった。超音距離は95式大空中超音機で約 8km が限度だった。レーダーの実用化、配備の遅れから日本軍では太平洋戦争終戦時にも校舎部隊に相当数が配備されていた。また、 超音号の各地に作られた。音を聞き取りやすいように、人家などから離れた、静かな場所に、円筒系、または、ラッパ系の施設をレンガで建てた。青少年らも動員して、双眼鏡による目視も併用して、日本本土空襲に飛来する、米軍機の探知を図った。この他にも、 視覚障害者をアメリカ軍機の音を録音したレコードで訓練し、人間を超音機の代わりとした防空艦シーンも導入されていた。ドイツ軍の空中超音機。1939年。スウェーデン軍の空中超音機。1940年。空中超音機の大きさは、野戦で用いる携帯式のものから、トラックに車載するような大型のもの。 固定式のものなど様々である。空中超音機は方向と工程を特定するためにラッパや応面鏡のような周音装置を備え、音を同音として受け音機で聞き取った。音源の方向と工程の特定は音を聞き取る。操作員が音響が正面から来ていると感じ取ることで行われた。しかし音響は気象条件、湿度、温度、 風光等の条件によって大きく変化した。また、雨天の際には、周音部のラッパに水が溜まるため、点検して除去する必要があった。超音によって特定できる航空機の位置は常にずれている。数キロメートル離れた場所からの音波は、超音するまでに数秒がかかり、その間に航空機は超音によって特定された位置から離れている。 射撃に用いるには、この誤差を修正する必要があった。超音機で特定した航空機が過去に存在した位置に、時差とおおよその航空機の速度の修正を加えたものが、現在、航空機の飛行している位置である。日本軍の使用した95式大空中超音機の場合、歯車によって航空機の過去位置から、 現在位置へとデータを自動修正するための操縦器方向連動器と操縦器工程連動器が搭載されていた。これらの修正装置は第一修正器と呼ばれるシステムへ軸と歯車の運動によって機械的にデータを伝達した。方向歪み輪軸と工程歪み輪軸へ運動が伝達されるといびつ輪軸の歯車は修正値を自動的に出力した。この方向 皇帝歪み輪軸の修正データは、歯車と軸の運動を介して、計算機構、オツ、兵に伝えられた。計算機構は、航空の風速を算出し、第一修正機の方向連動機に、方向修正角度を伝達するための計算機である。計算機オツは、航空風を考慮に入れた、修正角度を第一修正機の皇帝連動機に伝えた。 計算機兵は温度による、高低格修正量を第一修正機の皇帝連動機に伝えるための装置だった。最終的な修正データは、皇帝、方向連動機を介して、第二修正機へ伝達された。第二修正機は、予切レイタと呼ばれるガラス板状に投降機からの光線を映し出すものであり、航空機の飛行する功績を超速手が知ることができた。 超速手は目標を超速し続け、目標の高度と速度を計算手に伝える。さらに目標高度に対する風速と風向を算出し、第一修正期の風速、高度、風向メモリータを設定する。超速結果は、機械的に自動補正され、第二修正期のガラス板上へ、投降期からの光線によって投影される軌跡を描画し、平均鉱石を算出する。 平均鉱石の延長線と速度に対する投降機等への同心円の交点により各時点での目標の現在位置を求めることができた。軍艦が水中に潜む潜水艦を探知するために用いる超音機は水中超音機と呼ばれソナーの一種であるが自らは音波を発しない受信専用のものとなるためパッシブソナーとも呼ばれる空中超音機と 同じく複数のマイクロフォンにより、水中の音を捉える仕組みであるが、単管では概ねどの方向から、どの程度の大きさの音が来るか程度しかわからないため、同時に、複数の感染で超音を行い、その結果をもとに三角測量から、音源の正確な位置を割り出す戦法を取ることが多い。また、超音機から聞こえる、音の内容からその物体が何であるかを洞察する。 必要もしばしば生じるため、超音機の担当員には高度な経験と知識が要求される。水中超音機は、レーダーと同様に自ら音波または超音波を発して、探知を行う。水中探針機と比較して、敵に逆探知される、危険性が低い反面、水中超音機が装備された、感染自体が放つ、エンジン音や水面の波浪などの騒音にも測定結果が、 影響されるため、水中単身儀よりも、探知距離が短く、潜水艦よりも、水上艦の方がより不利になる傾向がある。日本海軍の93式水中超音機を例に、とると、潜水艦の場合は、水中で静止中など、最も条件が良い場合で1万5000メートルから3万メートルの探知距離を持つが、駆逐艦加減老の場合8ノットで3200メートル。 12ノットで1400メートル、14ノットで1000メートルであった。日本海軍は主に潜水艦に水中超音機、水上艦に水中単身技を装備した。連合軍の内アメリカ海軍は傭兵の都合上アクティブソナーのみを搭載する構成であった。日本海軍の水中超音機は 連合軍艦艇の装備しているアクティブソナーと比較して装置単体ではダイナミックマイクを用いるために高性能であったが艦艇の機関の振動対策などに問題があり実用的な探知距離では遅れを取った。また連合軍が整備に力を入れたソナーで探知した情報を連続的に記録。 分析する、周辺機器を書いていたことや、ヘッジホッグなどの前投げ型の対戦迫撃砲ひいてはソナーの探知結果を対戦兵器の照準と連動させるための統合的なシステムを書いていたため、個々の機器の性能や、超音員の技量は、優れていても、その結果を対戦水管戦闘に有効に活かすことが、できなかった。要塞に対し、号を掘って前進し、 地中から爆破する戦術が取られたが、高度内部から目標の方向を探知するために、日本軍は地中超音機を開発した。87式地中超音機や、89式木管艦、地中超音機などがある。87式地中超音機は、方向角の測定誤差が約1度だった。これは、超音機2個と、方向測定具1個から構成された。 地中からの音は、受音部に導かれ、内部に配置された衰退の完成と、振動板の振動と空積みを利用して、振動を増幅した。使用方法は、左右の超音機から、音が同等に聞こえるよう超音機を向け、左右の超音機の作る直線と、垂直の方向を求めるものだった。How far?Of is that German gun?How 63 German guns are located? バイサウンドウェーブスアローンイン、エーシングルデー、ポピュラーサイエンスマンスリーディッセンバー。1918ページ39スキャンドバイグーグルブックス、http コロンスラッシュスラッシュブックス。google。com スラッシュブックス、id イコールエコダンバジ＆ピコグラムイコール pa 3 9超音号戦争の愚かさ示す。岩手花巻的機の音で。や 距離聞き分け、少年らが、情報、空襲警報発令、日本経済新聞有刊2018年8月10日、社会面掲載の共同通信配信記事、障害者たちの太平洋戦争 NHK、対戦専門道、ジェネラルサポート。ありがとうございます。